はい、皆さんこんばんは。村長スタジオです。今日はあまりにもユージャムのバーチャルピアニストボーグがとっても素晴らしかったので、今まではあまりこういう動画を出したことがないんですけれども、プリセットのフレーズを皆さんにどんなものがあるか聞いてもらおうと思いました。フレーズ集ということで、いつも YouTube で出されているようなチャンネルさんもあるんですけれども、単純にプリセットだけよりも皆さんにアーキュレーションも一緒に見ていただいた方がいいんではないかなというふうに考えましたので、全部で30種類のフレーズパターンがあるんですね。これが30種類です。これをコードは CFAmG の繰り返しでですね、この第1フレーズ、第2フレーズ、3、4、5、6、この6個のパターンですね。ですから 30×6、180のフレーズに、さらにここの画面を見ていただいたら、最後の G7 のコードにですね、バリエーションを加えまして、第1バリエーション、第2バリエーション、3、4、5がありまして、最後はもう一度第1バリエーションに戻るというふうにします。そして各それらは4小節ごとに、ここにあります5つのピアノの音色を全部変えてあります。この階段状になっているのがそのピアノのキャラクターです。下のキースイッチで階段状になっているのはフレーズです。これで各パターンでどのピアノの音が一番合うかということも分かっていただけると思います。そして6パターン終わったら1小節の空きを作っています。これで最後まで聴いていただきます。プリセットは購入した人が確かめながらやっていくのも一つだと思って、今まではこういう動画というのはあまり作っていなかったんですが、やはりどんなフレーズがあるのか、これは他のギターの例えばストロークとかと違ってですね、ピアノのこのフレーズというのにはかなりの個性と特徴がありますので、全て分かってもらった方がいいからです。このソフトは基本的には4拍子用になっていますので、変拍子のものとかは弾けなくはないですけれども、表拍裏拍の関係などでどこにアクセントを置くかというようなこと自身が変わってきたりもしますので、基本的には4拍子ソフトというふうに考えておいてください。それでは一番初めから順番に変えていきますので、今回のユージャムの素晴らしいフレーズを今日は時間の許す限り全部聞いていただきます。そしてもう一つのパラメーターはダークライトのパラメーターを一番最後の4小節でこのようにだんだんライト向けに上がっていくようにしています。それも一緒に聞き比べてください。それではスタートします。Thank you.
これで全部のフレーズを聞いていただきました。ちょっと最後におまけとしまして、この速いテンポですね。155というテンポでオリジナルは弾いてあるもの。そしてこの164と2つだけ速いスピードで弾くとどんな風になるかということを聞いていただきます。まずは155からです。テンポを155に変更します。はい、鳴らしてみます。じゃあ次はもう一つテンポ164です。聞いてみましょう。それではラストの実験です。ベロシティを変えながら弾くとどんなに表情が出るか、その実験をしたいと思います。ベロシティによってもかなり表情が出てきますよね。そしてここにあるビジネスというちょっとせわしないフレーズを足したこのパラメーターを動かしてみながらやってみます。
どうでしたでしょうか。ユージャムのバーチャルピアニスト、ボーグの端の端までご紹介してみました。今聴いていただいたピアノが指一本でどの方も弾けるようになるんです。皆さん欲しくなったんではないでしょうか。僕の方でもさらに便利な使い方などまたご紹介できるような時があればいいなと思っています。村長スタジオでした。